メイベル・ボル・メイベル・ボルは、社交界の女性で富豪と結婚した女性である。大西洋を最初に飛行機で横断した女性の称号を得ようとして準備したが、その栄誉はアメリア・イヤハートが獲得した。小柄で黒い瞳と鮮やかなブロンドの女性であった。最初、ハマき売りであったが、1909年にビジネスマンのロバート・スコットと結婚し、 1914年に子供を産んだ。1922年にはコロンビアのコーヒー王、ハーナンド・ロッチャと結婚した。マスコミにダイヤモンドの女王として報じられるようになり、高価な宝石や貴金属を身につけて現れ、写真に撮られた。ロッチャはボールに46.57カラットのエメララルドカットのダイヤモンドを送り、メーベルボールと名付けられたダイヤモンドは、 彼女の死後ハリー・ウィンストンコレクションに加えられた。1927年にチャールズ・リンドバーグが飛行機で大西洋無着陸横断飛行に成功し、オルティーグ賞を受賞し、世間の注目を浴びると、ボルは女性として大西洋を最初に横断して有名になりたいと望み、パリで彼女を乗せて大西洋を横断してくれるパイロットに10万フランを支払うと発表した。 コロンビア号オルティークショーをリンドバーグと争い、後陣を排したリチャード・バードとクラレンス・チェンバレンは、それぞれ大西洋横断飛行に成功し、ヨーロッパに到着していた。チェンバレンのコロンビア号のオーナーのチャールズ・レバインに、アメリカまでの飛行に同乗させるように依頼した。レバインは、フランスのパイロットの操縦で、ニューヨークに戻る計画を立てたが、モーリス・ドラウンと契約上の争いを起こし、レバインは、 コロンビア号をロンドンに移した。ボルは船でイギリスへ渡り、デバインと交渉するが、新しく選ばれたパイロットのウォルター・ヒンチリフは、大西洋逆横断飛行を拒否し、イタリアに飛行し、ムッソリーニの息子にプレゼントを送る飛行を行った。1928年に、コロンビア号でのアメリカからヨーロッパへの飛行の乗客として招かれ、1928年3月5日に、 ウィルマー・シュトルツ、オリバー・コリン・レイブー・ティリエと共にボルは、ニューヨークから、キューバのハバナまでの飛行を行い、ニューヨーク・タイムズに取り上げられた。1月後にボルは、チャールズ・レバインの会社に12000ドルの現金と、株券を払った。大西洋を横断する最初の女性をめぐる争いが、行われ、フォッカー・カイセブンを用いるウィルマー・スタールズと、ルイス・ゴードンのチームは、 アメリア・イアハートを共同パイロットに選んだ。ボルの乗ったコロンビア号は、ルーズベルト飛行場を6月26日に出発し、カナダのニューファンドドランド島に到着した。アメリア・イアハートの登場したフォッカー海セブン、フレンドシップ号は6月17日に大西洋を横断し、イアハートが大西洋を横断飛行をした最初の女性となった。 ボルの飛行記録で有名になりたい気持ちは続き、レバインは女性を乗せた大西洋逆横断の記録を作るために長距離飛行に改造したユンカース W33 を購入し、機体にクイーン・オブ・ウェアと記された。パイロットはバート・アコスタが務める計画であった。最初、パリから出発する計画はロンドンからにの出発に改められたが、 機体が準備されたのは1928年の秋で飛行シーズンが過ぎており出発できないうちにレバインがアメリカで訴訟に巻き込まれ航空機はアメリカに送り返されウィリアム・ローディに売却されたさらに飛行機のオーナーでエンターテイナーのハリー・リッチマンに飛行を依頼したが拒否された1936年にもう飛びたい気持ちはなくなったと発表したエアロノーティックス テールオブツー、タイム、マンデー、ジュン、18、1928、スーザンバトラー、イーストツーザドーン、ザライフオブアメリアエハート、ハットザ、ミルウォーキージャーナル、22名1928、リチャードバック、ザビッグジャンプ、リンドバーグザグレート、アトランティックエアーレース。ありがとうございます。